こんにちは。ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介するのは、しゃもじ型の黒いくちばしを持つ、クロツラヘラサギ。パートナーのワンキッチと一緒に紹介していきます。ヘラサギの仲間は、サイカではなく、ペリカンモク、トキ科という分類グループに含まれる鳥たちです。クロツラヘラサギの特徴は、なんといっても、しゃもじのような形のくちばし。 なんとも面白い形のくちばしですよね。彼らの行動を観察していると、水中にこのくちばしを刺し、くちばしを左右に振って餌を探す。長くて平べったい形を利用してクロいをする。などなど、実に器用にくちばしを使いこなします。 くちばしを活用した様々な行動は、なるほど、と思わされるものばかりで観察していて飽きないです。ちなみに、日本で見られるヘラサギには、他にヘラサギがいます。黒ツらヘラサギとの外見の違いとしては、ヘラサギは、くちばしの先が黄色くなっているという点です。それと、黒ツらヘラサギは、黒ツらの名の通り、顔の黒い部分が広くなっています。 このように、クロツラヘラサギは外見、行動ともにユニークな鳥なのです。クロツラヘラサギは朝鮮半島の離島や中国東部の離島のみという世界でごく一部の地域で繁殖する鳥です。日本は繁殖地に近い地域なので、冬鳥や旅鳥として一部が渡ってきます。実は、クロツラヘラサギは1993年には、 約300羽まで減少し、絶滅の危機に瀕した鳥でした。しかし、アジアの国々の保全活動により、2010年には約2300羽まで、2020年には約4800羽まで回復したようです。渡り鳥の保全は、一つの国だけが頑張っても難しいところがあります。繁殖地の環境を改善しても、越冬地の環境が悪ければダメだし、 越冬地を改善しても中継地が悪ければダメ。繁殖地、中継地、越冬地の環境の掛け算になっているのですね。渡り鳥たちは国境を跨いで移動するため、繁殖地と越冬地は別の国であることが多い。そのため、国々の連携や協力が必要になってくるので、鳥たちの保全活動をする場合は他国を巻き込んで活動する必要があります。 でもこうやって黒面ヘラサギの個体数が回復しているのは少なくともこの保全プロジェクトにおいては各国の協力や連携がうまくいっているということではないでしょうかただ気候変動や都市開発など今後もまだまだリスクはたくさんあるはず保全活動は僕にはできないのでこれらの活動をされている方々には本当に尊敬の念を感じており応援しています黒面ヘラサギには普段 あまり出会うチャンスはないかもしれません。しかし、保全活動がうまくいって、順調に個体数が増えていけば、身近に見られる鳥になるという未来もあるかもしれませんね。もし、カイラに出会うチャンスがあれば、その時はぜひ、カイラのユニークなくちばしを観察してみてください。ネイチャーエンジニア、生き物チャンネルでは、 身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしていますもし参考になったと思ったらいいねチャンネル登録をよろしくお願いします